はい、ちくわでーす。今回はウィザーリーで合ってるかなというね、ゲームをご紹介します。で、こちらのゲームはね、ちょっと最初にお断りしておきますけども、公式ホームページやホワイトペーパーなどがあるんですけれども、すべてね、英語表記となってまして、さらにね、翻訳機能も使えないというので、一切ね、情報が読み取れなくて、まあ、なのでね、私の絶望的なね、英語力で、解読した内容のみご紹介できればと思いますので、あらかじめご了承ください。で、ゲームとしてはね、ご覧いただいているように、超人気ゲームであるアングリーバードのようなね、ターン制のアクションパズルゲームとなってまして、現在は Windows のパソコンと Android スマホでね、プレイができるようです。ただね、将来的には MacBook や iPhone でもね、プレイできそうですね。で、こちらのゲームではフリートゥープレイに対応していまして、無料プレイも可能となっているようですけども、プレイトゥーアーンということで、おそらくこのウィザードというね、魔法使いたちが NFT となっているようで、そのね、NFT を使って、ゲーム内トークンである SCRL トークンと、これは多分スクロールトークンというのかな、あというものをね、稼いでいくという感じになるんだと思います。でね、ウィザードには帽子やローブ、スタッフといった装備をつけられるようで、そのね、装備している武器や防具によっておそらくね、使えるスペルが異なるといった感じになるんだと思います。で、他にもね、こちらのゲームでは NFT のランドというものがあるようで、ノーマルからレア、エピックというね、リアリティに分かれていまして、このね、土地を持っていることによって、召喚の儀式といって、なんかね、ウィザードを繁殖させるということができたり、あとはね、土地をレンタルして稼ぐといった方法もあるようです。はい、でこちらがね、ウィザーリーと思われるね、ゲームの公式ホームページになってまして、現在はね、こんな感じで Google プレイと Windows でプレイができます。でね、内容はこんな感じで全部英語表記になってまして、ここでね、翻訳を今してるんですよ。翻訳を今してる状態なんですけども、英語表記から日本表記に翻訳してくれないと、こういうね、ちょっと謎の現象が起きてまして、まあね、こんな感じでこうね、武器とかね、防具も装備できるといった感じです。でね、ゲーム内容としては、まあ、こんな感じでね、こう3体のウィザードを使って、バトルをするといった感じかな。でね、こちらの3体のウィザードの他にも、なんかここにね、キャラクターがいるんですよね。なんで、ね、このキャラクターがどういう役割をするのか、ちょっとね、その辺は分かりませんでしたけども、まあね、この編成でこうバトルをするといった感じですね。で、こうまあね、こういろんなこうスキルとかを使いながら攻撃をしていくと。で、これが HP で、これがまあ、MP かなという感じですね。で、なんかこのパーセントがこう溜まっていくと、多分大きなスペルが使えたりするのかな。ちょっとそれはね、ちょっとわかりませんけども。まあ、こんな感じのね、ゲームになってます。で、おそらくね、このウィザードにも、なんかレベルみたいなのもあるのかな。こうね、どんどんこう鍛えていくと、レベルアップしていくという要素もありそうですね。で、こんな感じのね、ド派手な魔法を打って、敵を攻撃していくと。で、おそらくね、こう相手のね、敵の3体を倒した方が勝利という感じになるんだと思います。はい、こちらがね、ホワイトペーパーになるんですけども、一切ね、日本語はなくて、すべてね、英語で書かれていまして、全くね、内容はわかりませんけども、とりあえずね、フリートゥープレイには対応していますよと。でプレイトゥーアーンにも対応していますよということが書かれています。で、これがスクロールトークンというものみたいで、これをね、稼いでいくという感じみたいですね。で、ウィザードたちが NFT になっていますよというところと、あとね、ランドというものも NFT となっているようですね。でね、こちらがロードマップになってますけども、どこまで進んでいるのかがちょっとね、こちらからは読み取れませんが、まあね、この2023年第3四半期、この辺でね、Mac と iOS のサポートと書いてますので、こちらになるとね、Mac と iPhone でもプレイができるようになってくるという感じなんだと思いますけども、まだね、対応はしてなかったので、まあ、ここまでは行っていないという感じですね。
ではね、一応計画的には2024年まで予定しているという感じみたいで、NFT のステーキングですとか、PVE のシステムとかね、こうギルドシステムとか、あとはね、いろんなこう NFT、ウィザードのね、NFT をもっとね、開放していったり、ランドもね、どんどんこう配合していきますよという、こういう感じのね、情報が載っています。はい、ということでね、超人気ゲームであります、アングリーバードのようなね、ターン制のアクションパズルゲームである、ウィザーリーであろうというね、ゲームをご紹介してきましたけれども、まあね、ちょっとこう解読はできずに申し訳なかったんですけれども、まあ非常にね、ゲーム自体は面白そうなゲームになっていますので、でね、すでに Windows とね、Android には対応していますので、ぜひね、お持ちの方はフリートゥープレイにもね、対応していますので、プレイしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。